皆さんこんにちは、さきです。そしてハローです。そしてうーちゃんです。今回はママにサプライズ、はい、ということでですね、私たちは今からロフト1万円紹介という企画を取るんですけれども、それは偽企画で、あの本企画はママに1万円分プレゼントということでですね、この間私あのゆうちゃんとダイソーの購入品紹介をしたんですけど、その時になんかママがママに向かってよみたいなこと言ってたので、まあ、仕方なく、まあ、いつもねお世話になってるしね、まあ、いつもね私たち購入品紹介してるだけじゃちょっとねかわいそうだと思ったので、今回はご褒美企画としてね、はい、私たちで1万円分買っていきたいと思います。3人で1万円そうです、3人から1万円分をプレゼントって、ね、わかりました。でも偽企画として撮ってるから、最初からママにプレゼントっていう形では渡さないんですよ。いつも通りなんかうちらが紹介してると思ったら本当はママのだったっていうね、もうすごいいいねサプライズですよね。羨ましい。うん、ということで、じゃあどこで買いに行く？ロフトじゃねえ、なんかママ欲しそうなんないから、ね、ママさ、あんまりなんかビシッてからさ、ね、大根だしね。なんかちょっとさ、もうちょっとママよりなドンキとかどう？ドンキとかね、ドンキとかさ、ママ欲しいもんいっぱい売ってんじゃん。メイク用品も売ってるしさ、ね、何でも売ってるよね。え、待って、ママわかんないな、わかんないんですけれども、まあ、それぞれいいと思うものをみんなで1万円買ってきて、ママに日頃の感謝を伝えたいなと思います。はい、はい、皆さんこんにちは、さきです。そしてハローです。そしてうーちゃんです。今回はじゃーん、3兄弟でドンキで1万円買ってきました。イエーイ。じゃあまず、じゃあ1人ずつ紹介していこう、はい、あの3人で今回1万円なので、ちょっとね1人が多いとかあるかもしれないですけれども、ぜひぜひ見てね。それではどうぞ。じゃあ僕が買ったのはじゃじゃん、おトレーニング、何これ、トレーニングボードっていうの、え、知らないで、自分で買ったの知らないんだよ。これはストレッチするものですね、はい、あの陸上部入ってるんで足とかねほぐせるんで、これでねストレッチしていきたいと思います。お、思うために買いました。いいですね、はい、これマジ良くない、はい、いいな。ママも興味示してる感じですか、ね、欲しいんじゃないの、これ何、なんかほぐせるのって、うん、じゃあ次いきます、うん、せーの、じゃーん、こちらはですね、汗かきエステ気分というあのお風呂です。ちょっと最近痩せたいなと思っているので、あのお風呂にこれ入れるとなんか汗かくらしいんですよ、知らんけど、なので汗かくと痩せるじゃん、あの代謝良くなるし痩せやすくなると思うので、こちらを買いました。はい、次、せーの、じゃん、バスボ、おー、秘密の刃、初めて見たのじゃん、すごい、次、じゃん、バスボダイモンドバス、ダイモンドバス、ダイモンドバスボム、バスボムです、はい、これはね、この秘密道具が出てくるんですよ、キャラクターじゃなくて、かわいい、どこでもドアとかね、どこでもドア欲しい。はい、じゃあ次、次いきます、おさぴー、せーの、じゃん、やば、タラタラ、いやいや、タラタラしてんじゃねえよ、イライラ、周りに当たってしまう、怒りっぽくなってしまいそう。これは大事だね、これ大事だよね、結構、うんうん、すごい結構当たり散らしてるもんね、おさきちゃん、ねえ、めちゃくちゃ当たってるよね、そうか、まあ結構ね、この家にはこれ必要な方結構多いと思うのでこちら買いました。自分だけじゃん、そう、え、あ、私はさ、見るよいきなり、いや、いっせーの、あったトイストーリーでしょ。はい、じゃあ次、じゃじゃん、これこれね、あの足の指の間に挟むんですけど、ちょ、僕の足なんか不格好なんですよ、形がもうおかしくて、ちょ、それを直したいなと思ってリフレッシュするためにこれを買いました。へー、マジでやばいもんね、形、確かに、うん、ちょっと大根になりかけてるしね、俺もあ、これ大根の人にぴったりなんだ、そう、そう、大根よ、これね、後ろにね、大根が使用って書いてあるから、はい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 、まあ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 、大根になりかけてたり、大根の人におすすめとかね、じゃあ次、じゃーん、何それ、何それ、メイク落としです。あるじゃん、まだ、まあ結構さ、すぐなくなっちゃうじゃん、顔がでかい人が使ったらね、すぐ消えちゃうもんね、何言ってんの、はい、次次は、これです、せーの、おぉ、え、あったの、それ、はっはーはっ
ママ欲しかったやつだ。ママ欲しかったってね。あったんだけど、どこにドンキあったの？ドンキあった。ちょっと、え、やば。おやつ。まあ、ママが欲しいなって思ってたんで。探して。うん。取らないでね。それめっちゃ。え、それ欲しいの？欲しいの？言ってたじゃん。ずっと前から。あ、じゃあドンキ行きな自分で。一緒についてくればよかった。次ない。次ハルト君どうぞ。ラスト2個。次は。じゃじゃーん。これはジェミールフランのヘアトリートメントです。おー。ちょっと最近多い最近あのリンスがなくなっちゃったの。あーないないないよね。なんかさ3分あるのにさリンスだけないの。え、高いの買いました今回。なんかサロン専用販売みたいなコーナー行って買いました、ほら見て。なんかこれ普通のやつじゃないの。ね、絶対使わないで、絶対使わないでね。これから分かった、もうこんなちょっと使わないんだから。ママは使いたい？いや使ってみたいでしょ、そんな高くてそんなちょっとしかないの。うーん、何それ、絶対貸してくれないやつ。じゃあ最後じゃん、こちら、はい、防アイ、ホコリが入らない簡単貼り付け。こちらはですね、携帯のフィルムです。絶対つぶつぶ用じゃん。え、そうです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 、まあ、結構ハルト君この間借りたんですよ、つぶつぶ用に、うん、でなんかめちゃくちゃ滑りやすくなってマジつぶつぶ高得点出るんですね、うん、なので何12だよそれ。リジタルができる。こんな間違える人いる？どうしよう。やばい。どうしようどうしようどうしよう。はい、ということでこんな感じでこちら全部ママにプレゼント。ママにプレゼント。え？このやつもだよ。はい。え？本当に？はい。今日紹介したもの全部ママにプレゼントです。笑うのおかしいでしょ。わけでしょ。あの結構ママが私たちが本人紹介してる時にママのはないんだとかママもやらせてよとか結構言ってくるんですよ最近、ずずしくずずしく、まあ、なので、まあ、結構コメントなんでもうママさんに買ってあげてほしいとかいうコメントはもうあったかな、あったか分かんないんですけれども、多分ないんですけど、まあ、私たちのご好意であのママにもうさすがにね頑張ってくれてるしいつもお手伝いしてくれてるし。何上から目線すぎやん、なんかいつも協力してくれるしサポートしてくれているのでこういう活動とかをね、なので、まあ、日頃の感謝を伝えたいと思い今回はプレゼントさせていただきます。はい、気づかなかった、ねえ気づくわけないじゃん。だってハルトルこんなさ買うわけないじゃん。いやだから全部サキちゃんのだなと思った。ね、え、ちょっと待ってじゃあさこれ何。いやいや、それママだよ、ママ。普通になんか一人しかいないってことじゃん。それママのことだよ、うん、イライラしてんじゃんいつも。言えないよ。私たち結構日々気使う日々なんですよ、うん、あ、ママちょっと今日ちょっとこれどうなの。そんなねイライラしないよ。しますよ。してるよ。だからそうやって結構ね私たちも我慢しなきゃいけないんじゃん。そうそう、結構やっぱりちょっと待って、平穏に行きたいんで。うん、分かった、ありがとう。ママのためを思って買いました今回は。はい、そう、じゃあごめんね、なんかイライラして周りに当たってしまう、うん、怒りっぽくなってきたっていう、うん、ほら全然いいよ、全然いいよ。だから結構さ、イライラすると精神的にも疲れるじゃん。そうだね。だから買いました。ありがとう、ね、飲むね。飲んで飲んで。今すぐ飲んで。私も飲むの。そうね。さっきも飲む。俺も飲もうかな。え、飲めないよ。ちょっとイライラしてないじゃん。ちょっとイライラ しないじゃん。そう。結構ママのためを思って、ママの悩み事とかに特化したあの商品をたくさん買ってきました。いや、でも嬉しい。よかった。え、マジで嬉しい。あ、で、これもね、ママだから。そう。12。ママつむつむ俺のさスマホでさやっててさ、めちゃくちゃやりやすい、ハルト君ってとか言ってたんですけど、そう、あとママのガラスマジバキバキだし、ね、何回も落としまくって、ね、やばいからね。ママえほら変えたばっかり。でも本当にありがとう。いやマジ使う。いいの買ったねあんたね。ということでね、喜んでくれましたか。え、ほんと嬉しい。よかった。めちゃめちゃサプライズじゃん。そうです、うん、全く何のあれもなかったから、隣でゴロゴロしながらそうだよそうだよ、え、いいじゃんとか、うん、でも結構
なんか紹介するときに、うん、え、欲しいとか言ってたんで、あ、よかったと思いながらね、うん、紹介してましたね。ありがとう、嬉しい。はい、ぜひぜひ使ってください。まあこういうの、まあ、あるかないかわかんないんですけど、多分ない、多分一緒ない。でも結構ね、なんか結構ね喜んでくれたんで、今回でママの欲しいものちょっとなんとなく分かったじゃん、この喜んでる姿とか見て、まあ、一番喜んでたのはこれなんだけどさ、それこれね、赤ちゃん、結構赤ちゃん、せーの、箱の周りを言ってんのね、ということなのでね、結構こういうおもちゃ系が多分好きだと思うので、ママには次はこういうのを買ってみたいと思います。いいね、本当に好きだから。ガチャガチャとか好きだもんね、うん、はい、ということでこんな感じで大成功でした。ありがとうございます。こんな感じで終わりたいと思います。今後はいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。お先に失礼します。ハローアンドサキします。ゆうちゃんスーパーになるよ。ぴょんぴょん、にゃーにゃー、イエーイ、するわ。